子供たちは働いてる大人たちと一緒に時間を過ごすのがとっても好き。この2人が中でテレビ見てたけど、自分はちょっと声かけて、外でやってるよ、遊びに来ればって、今張り切って出てきて、一緒に働いてる、一緒に働いてるっていうか実現ができる仕事の量は少ないんだけど、とっても楽しんでる。道具試したり、瓦礫の中にいろいろ面白いパターン見つけたから、なんかこの石はウミガメみたいな形とかをやりながら、子供たちが、なんか私たち大人はどんなして働くかを、見学してるんじゃないか、観察してる。で、これはめったにないきっかけじゃないか。私たちの社会では子供たちは普段は学校に行って、他の子供たちと一緒に一日過ごして、やってる仕事、見る仕事は先生、学校の先生しかないんで、大人たちが自分の職場に行って働いたりして、子供たちが全くいないだから、そういうなんか観察見学するきっかけがない。だから、こっちでこの庭でヤードで瓦礫の塊で子供たちが大人と一緒に時間過ごしながら、楽しみながら、仕事のけん何観察見学もできてるのはとってもいいことだと思います。はい、今日も見てくださってありがとうございました。バイバイ。